はい、こんにちは、ジャムです。今回は幸運の家様、やっていこうと思います。ということで、行きましょう。懲りずにカニに挑戦するか。カニ最初にとってね、2体目ことごとく来ないが、よくあるパターンなんでね。ちょっと怖いは怖いけど、行ってみましょう。バナナのか、コイン、犬か。まあ、犬取ってみますか。まあ人を取ってないんでね、触れ合う機会を幼児に与えていきましょう。で、25払って、次は5スピン後に50。あー、スペードか。トランプの流れがあるかどうかだな。はい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 。まあパープルペッパー取りますか。お、カニ2体目。今回こそカニいけるか。まあコーフ取っとくか、一応ね。まあ犬との触れ合い要因って意味も込めて。信者とカニは両方取ってどっちつかずは良くない気がするけど、まあ犬との触れ合い要因ですね。賞金稼ぎも取っておこう。まあ相変わらずのシンボル肩になるパターンな気もしてるんだが、そういう意味では除去カプセル拾っておきたいか。まあでもコインの方も足りないは足りないからな。ワインでちょっと少しでもコイン集めましょうか。破壊の度に1コイン。ブルーペッパー空白3つか。ちょっとこれは遅かったな。そうだな。まあブラックペッパー取ってみようか。ほい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 。おっ、シンプルに太陽が来る。まあデフォルトで花はあるんでね、一応取っておきましょうか。ガチョウ骨壺賞金稼ぎ。そうだね、まあ賞金稼ぎは一応取ってあるから、2体目っていうよりは骨壺かな。フーリガンが欲しいね、これだったら。お、カニが一応効果発揮した。まあこれはちょっとスキップしとくか。怒り光る恋し排出、これもちょっとスキップですね。さあ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 、お、カニ来た。3匹目、いけるか。お、しかも2匹一応効果発揮する。で、100コイン支払って、6スピン後に150。さあこれはどうだろうね。お、トランプ来る。そうね、まあ一応スペード取ってるから、まあクラブ取りましょうか。でラッキーセブン確保しとく。さあこれでいこう。バブル、ひよこ、ピニャータ、まあこれはちょっとスキップかな。で一旦除去で、パール消しておこうか。さてさて、おっと、花と太陽も、接している。カニがちょっとね頑張ってほしいとこだね。まあスキップしましょう。あ、オッケー、下の段カニ。ガチョウプレゼント亀、これはスキップですね。ほい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 。まあ一応3匹でもカニが頑張ってるっちゃ頑張ってるか。電球8火器、これもスキップ。オッケー。あ、3匹の割にはカニ一応頑張るじゃん。3匹1列にはさすがに揃ってないけど、これもスキップかな。あ、オッケーオッケー。カニが、3匹の割に本当に、2体だけは横並びになってくれてる。ありがたいね。延命できてますわ。うわ、黒猫エッセンス発動したら強いけど、さすがに13匹集めるのはっていう感じですね。あー、まあ水槽、まあ蹄鉄もね安定2コインっていうのは悪くもないんだけど、まあ水槽にしてみるか。で、これは忍者取ってみよう。で、紐付きコイン取りましょう。これでコインと金魚は、除外されますね。まあ、シンボルが、パンパンなんで、あ、金魚取っておくか。そこをコインに変えてくれるのはありがたい。古墳ロックボックス、除去カプセル。まあ、古墳かな、さすがに。除去カプセルも欲しいけどね。フーリガン取れば、スピリットでね、一気にコイン集められるかなということでね。ワインちょっと追加しましょう。
まあただ今回はねドワーフ取れてないので、ちょっとあのお酒を消化する手段っていうのは、ないんだけどね現状。ふい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 。猿ゴーレム幼児。ゴーレムかー。まあでもゴーレム自身はコイン出さないからね。ちょっと今回はやめておこう。むしろカニが、増えてほしいところなんだが、あ、フーリガンはさすがに取ろう。この感じだとちょっとスピリットをね、使ってコイン集めていきたいですからね。7スピン後300、クマ破壊のまじないごめん台数。まあ破壊のまじないこれなら取ってもいいかも。呪われし刀取りましょう。っていうのは、あ、カニ破壊しちゃった今。カニ壊すのはダメだ。そうですか。まあ罰とかね、あの壺とか壊してくれたらなと思ったんですけどね。お、忍者。あれちょっと待って、呪われし刀あるから忍者2体目 OK ですね。取りましょう。ほい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 。あ、ここドワーフ取ってワイン飲ませていこう。OK OK 飲んでる。カタツムリ鍵プレゼント、これはスキップ。ほい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 。金魚取って10コインに変えましょう。OK。300は行きましたね。まあ大富豪もいるけど骨壺かなこれは。で、チェリーは消しとく。ほい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 。あれ今何消した？ちょっと待って、フーリガン消さなかった？300支払う。8ペン後375。お、作業台エッセンス、交換装置とコロコロか。作業台エッセンスもいいんだけどね。交換装置の方が強いは強いか。交換装置エッセンス取りましょう。リンゴもレアだがハートを取ろう。泥棒の手袋取りましょう。そうね。まあこれでいってみるか。交換装置はここは温存。ほい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 。これもスイップかな。破壊のまじないでカニが消えちゃったっぽいので、そこはちょっと嫌だね。まあただあんまりコインに余裕がないので、しっかり交換装置を使って、コインをねこまめに稼いでいきましょうか。ん？カニ来たけど、まあまあまあ交換装置あればねカニ一列やりやすいからね。オッケー、ここもいい感じ。ほい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 。よし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 。うん、まあ、忍者とネズミに備えてネズミ取っておくか。まだ今は来てないけどね。交換装置あと5回発動できる。そうだね。まあ、ここはちょっと温存しとくか。お、ドワーフ始末される。そうね。まあ、金庫破壊のまじないでワンチャン開かないかな、みたいな期待をしながら、ここはちょっと変えない方がいいか。うわ、忍者とネズミあったら発動してんのになーっていうね。あーでもあれか、ハートトランプ合わせていきますか。花プレゼント交付、これもスキップですね。ここは、ちょうどいい交換場所がないじゃない。まあ太陽と花を触れさせるかどうかぐらいですが、まあ温存しましょう。2スピン後375だったらまだなんとかなりそうだね。スキップしよう。2スピン後375なら、ここで交換装置使わないとダメっていう感じではないかな。まあワンチャン破壊のまじないの隣に金庫置いて壊してくれないか見たい気がする。あ、そうだね。罰か金庫壊してくれるならって意味では、ここに移動させてみるのはありか。発動するかどうかがわかんないけど、発動しなかった。泥棒一応取りましょう。さて、これはどうだ？カニがなー、ちょっと、一列に揃う位置にいませんね。ここはやめとこう。ほい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 。あれ？あ、届かない！あれ？今届く気でいたよ。はは。あれ届かないんだったら、ま、使わなきゃダメだったな、交換装置。途中までちゃんと確認してたのに、最後のスピンで、なぜか油断してしまった。
まあまあまあ、こういう時もあるか。そうね、最後、交換装置使ってたら、あと9コイン稼げてたかな。まあちょっと、厳しいかもしれないね。はい、ということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。